債金融資本家っていう人たちですよ。要はお金を誕生させたいですよね。これが通貨発行権ですよ。でいいですか、仕組みはね、いいですか、中央銀行、日本銀行であり、アメリカだった FRB が国にお金を貸してるわけですよ。吸って電子情報を入れて貸すと、で利息を取るというこの構図なんですよ。これボロ儲けじゃないですかねって話になる。分かったですかね、はいはい、ですかね、はい、なんでそもそも中央銀行あんのよって思いませんか。面白い世の中になってきたでしょ。もう大企業がズタボロになっていって、あもう時代は違うね。もう中小企業はですね、前にだからほらあなたと、ま、ちょっと長いこと撮ってなかったけど、撮ってた時ずっと言ってたでしょ。もうそんなもう大企業のね、そこら辺のサラリーマンは全滅するような時代来ますよと。それ早いでしょ、スピードが早いね。この半年1年、まあコロナになってからやな、だから戦争ね、うん、だからまあ今日が2022年の、3月の今日何日、3月の20日か20日か20日かな20日、はいはいはい、でコロナがちょうど2年前ですよね、おそらくね、2020年の4月ぐらいでしょ、ですよね。でそこからこうなんていうのかな、こうもうなんかもうこのなんかこう停滞、なんちゅうん、この静まった波が起きた、シーンとしてたりドカーンと爆発したり、なんか忙しい、もうね、どんどん変わってますね。常識がね、非常識がね、もうだから非常識がええんちゃうの。あなた俺のことめっちゃ非常識非常識って言うけど、非常識違うと思うけども、まあまあでも言ってることのね、だから結局今日、まあ久しぶりなんでやりましょうか、はい、でね、結局本質の話がないってことよね、今まで。そうそう、ね、何でもそうなん、例えばまあテレビのマスコミとかあんなもんはこっち置いといて、あとまあ政治にしても、あとまあ行政とか、あとまあ学校の先生とか、あと大人が家族であっても、お父さんお母さんが子供に伝えることであっても、その叱責教育ね、そういうことであっても、もうそのなんていうのかな、なんていうの、あの一番大事なところっていうのはすっ飛んでるわけよ、何もかも世の中。そうでしょ。でも要はだから何にもない空っぽの状態で上辺だけの話を全部やってる、何もかもがみたいな。これが大企業の典型じゃないですか。でしょ、すっからかんの状態でとりあえず繕ってるみたいな。こんなんことごとく潰れていくわけですよ、そもそもが。でそのスピードが一気に来たと、速くなってきたと、で実感するでしょ。実感しますね、だから本当ね、あなた俺に変なやつやとか言うけどね、これからね変わった人の時代が来るわけですよ。個性ですわね、個性というか、まあ真実というかね、だから真実というよりはその物事の本質を見極める人じゃないと生きていけないと。で、あの語り、例えば政治であっても、会社の中であっても、で友人関係であっても、夫婦であっても、あの要は本質をしっかり語る。でも本質を語ろうと思ったら、あの勉強せなあかんわけでしょ、いろんなことを。勉強、まあ、経験やな、例えば何て言うんかな、そのまあまあおまかで言うと本当の歴史を勉強していかなあかんし、まあ、世界の歴史、日本の歴史じゃなくてもね、自分のその家系の歴史とか、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、その前どこで生まれてどういうような生い立ちでなってるかとか、どういう時代を歩んできたかとか、そういう時何を考えてたんやろとか、そういうことを思い巡らしていくだけでもね、違うわけですよ、全てが。で本質っていうのは結局自分の内なる部分なんで、そうでしょ、でそれを紐解いた、一回この歴史を紐解いた上で、その本当は自分は何をしたいんだろうかっていうところにたどり着くわけですよ、結局はね、上辺の体裁じゃなくて。だから前に言って、前の動画でもずっと前に言った漁業と農家ですよみたいな話に戻っていくわけですよ、結局は一生懸命に戻るみたいな。どう思います？そうやね、
まあ、だ本質というのも僕常についてきたつもりなんですよね、うん、まあ一応まあまあそこそこの気を詰めて大学行ってね、うん、だけどやっぱりそこで別れてきたわけで、うん、だからそれは何か違うだろうと思ってやってきたわけで、うん、でよりまあまあある意味まあ松崎さんとのまあアプローチは違うかも分かるけども、まあ本質を求めてきたところは、ね、うん、だからそのあなたが過去に、サラリーマンやった時に何かなと思ってたのがあったわけでしょ、ふつふつと。あったあった。でこれまあ、うん、まだ前々と、まあ、今までと同じようなやり方するけど、はい、ふつふつと思ってるものがあるんだと皆さん、うん、それが一気にこれから爆発し、湧いて爆発してくる時代が来る、うん、そうそうそう、そうでしょ、うん、だからこれはまあちょっと最近ね、ちょっとね神様のこともちょっとね何なん神様、神様ちょっとねあるところでね、うん、神様に遭遇することがあってね、お神様を見るの、神様をそうです会うんですよ、神様が出てくるのとあなたがこう寝てる時、そう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 、で、まあ、まあある意味ちょっとした宗教的なところやけどね、ああああ、そういう宗教の集まりに行ってるわけか、そうそうそう、あやめとけ、いやいや、ちょっと違うんです、また、まあ、宗教とは違うけどね、まあまあちょっと経験がもうこれ変なのやめると言いたいけどなかなかすごいですよ、なんか違う方へ行くな、いやいやいや、弱いん違う、いやそうそうそう、そまあ一回まず紹介しますもんだ、紹介していらんわそんないらん、いや、まあ、それがねこう要は人間のね人のねこうねこう根源元々源までアプローチ到達できるような考え方なんです、うん、それはまあまあ言ってることも分かるんだけどな、分かるんやけども、うん、それはねその要はその例えば宗教じみたね、うん、集まりじゃなくてね、うん、自分で自分の心のね内なるものに、こう問うていくっていうことになってくるんですよ、うん、結局ね、まあ、そうだと思いますよ、うんうんね、人からこうアプローチされるものでだいたいね、あの宗教も神様というのはね、まあ、神社とかねやってね、まあある意味ねこれは神の代理店なんですよちょっとまだちょっとまあ、まあ、それは後でしょ、なんかもうね全然まだ行くよとよからぬ方向へ、いやいやいや面白いの、これ変な人やと思われるからまあまあまあちょっと置いてくれ、はいはい、まあこれあのほらいよいよしよう前からね起業する人に対していろいろお話してるわけですよ、うん、でまあいよいよもうその何ですかその会社員っていうかね、うん、その雇われの何の責任も取らない、うん、ね、自分が成長しないこう何だろう、一人でも自分の足、自分の地に根を張ってですね、うん、一人で生きていこうという人が、うん、の何かこう一つの元気になるとかね、うん、ああ こういうふうにすればいいんだとか、こういう考え方もあるんだってことをやってるわけですから。うん、で今日3つやるからな、3本、はいはい、まとめてね、はい、まとめてだから1、2、3、10分、10分、10分ね、いやもう分からんけどちょっとどれくらいになるかね、3つやるんで、はい、1、2、3、3本立てていきましょう、はいはいはい、で1つ目が何1つ目1つ目はまあ今あの戦争はね戦争はええけど戦争どうしコロナ世の中コロナコロナ言ったら次は戦争戦争言い出すし、もうそれは次置いとこう、でまずじゃあお金の話をきっちりしましょう、はい、マネーですよ、なるほど、はい、一番大事なマネーね、うんうん、いいですかね、はい、まずマネーからいきましょう、はい、はい、でまずこうもういろいろ激動になってきてるんで、うん、いよいよちゃんとしたこと少しあの確信のところ話していかなあかんねんけど、うん、もう俺の借金のことはもうちょいといてな、まあ、だんだん増えていってる、もうもう30億円ぐらいまでいくけれども 30? それはええけど、あいいやいや、もうこうちょいとこう、はい、それぞれ最後でね、マネーって何ですかって言ったらあなたどういうふうに答える、ただ俺よく最近ちょっと聞かれんねん、うん、若いって言っても僕より10歳15歳下の人たちにね、うん、実はどうなんですかね、マネーね、マネー、まああの生活する上で いや違う必要なもんでしょうね、い
やだから俺前の動画で前がマネーいらんかったら どうなんだよ別物々交換でいいわけでしょと。だから野菜作ってる人と魚釣ってる人がおって交換でいいじゃないですかって言うてるわけやんか。いやそれは生活できる人はいいですよ。それ前なしで。いやもう成長してないね君。いやいやマネー言うか、そう 今の現状を言うたらマネーが例えば、もっと分かりやすくお金ってどっから出てくるか。まあこれはねここを知らんと何にも分からんのよみんな。まあこれ生まれた時から社会に人間契約しとるんでしょうね。いやお金はどっから生まれてきてるんですか。それは取っとるからです。誰が。それはまあ日本銀行とかね。うん、日本銀行が吸ってるわけですよ。そうですよ。うん、でもともとはねやっぱりこう何だ日本銀行って誰がやってるんですか。国はね。違うんですよねっていうことを今から話しようと。なるほど。でね、まずそもそもマネーの成り立ちっていうのはその中世ヨーロッパの時のねそのコインとか、うん、要は物々交換してた時にその要は金ですよね、うん、ゴールド、うん、でこれゴールドがやっぱり一定の価値を持ってるということで、うん、ゴールドを真ん中に挟んでいろいろやってたわけですよ昔のコインもね、うん、でその後、まあイギリスさんですわ、うんうん、ロスチャイルドね、うん、結局、イギリスさんがそのいわゆるマネーっていうのを、うん、こう世の中に普及お札を出して巻いていき出したわけですよね。でこれもやっぱりイギリスの中央銀行っていうのがあるわけですよ。でまあすっ飛ばすとそのいわゆる今世の中世界中に中央銀行っていうのがみんなあるわけ各国ね、うん、いいですかね。でその頭もう一個上に今度ビスっていう国際決済銀行、この親分がおるわけですよ、いいですかね。国際決済銀行のビスがあり各国の中央銀行があり、その中央銀行の下に三井住友銀行やとか東京 UFJ 銀行やとかなんじゃらなんじゃらあるわけですよ、いいですか。はい、はい、でこの、中央銀行っていうのはアメリカであれば FRB ですよね、中央連邦、ですかね、はい、で日本でいうと日銀です、はい、でここが要はマネーをすると。でまあ近代に至ってはするというよりはコンピューターの電子情報ですよ、0000を打つだけという形ができてますと、いいですかね。ここまでですか。はい、でこれがマネーを誕生させるんですよね、いいですかね、中央銀行が、はいはい、ですかね。でこの中央銀行っていうのは民間なんですよ、わかります、ですかね。じゃあ日本銀行でいきましょう。日本銀行のですか 40% の株を持ってるのは日本国です。じゃああとの 60% は誰が持ってるんでしょうかみたいな話になってくるわけですよ、ですか、ですかね。誰が持ってるの。まあそれは出てこないです、表には。もう裏には誰も、イギリスさんの誰々さんとか、いわゆるまあこれ第2本目の戦争にもつながっていくお話あとやるんで、いいですかね。ユダヤ系かもね、もうあり、ロックフェラーであり、要は国際金融資本家っていう人たちですよ、要はお金を誕生させたいですよね。これが通貨発行権ですよ。でいいですか、仕組みはね、いいですか、中央銀行、日本銀行であり、アメリカだった FRB が国にお金を貸してるわけですよ、吸って電子情報を入れて貸すと、で利息を取るというこの構図なんですよ。これボロ儲けじゃないですかねって話になる。分かったですかね、はいはい、ですかね、はい、なんでそもそも中央銀行あんのよって思いませんか。もうちょっと確かにありますよね、そういうの、うん、国がすりゃいいじゃないですかと、なんで国がすらんと中央銀行がやってるんですかっていう話なんですよね。ここが金融の一番元の本質の部分なんですよ、いいですかね。要はこの通貨発行権を持ってる人たちにとってはこの絶対に既得権益であり、いいですかね、これが世界中のその人々をマネーで狂わすというかね、要はお金もそうでしょ、あなた1万円じゃあこれ価値あると思ってますと、ここに1万円じゃあこれ1000万円ここにあるとしましょう、ブロックで、じゃこれ誰もが日本の人たちに価値があるもんだと、等価交換でこれだったら何かに交換してくれるだろうと思い込んでるからそうなるんだと、まあそうよね、いうわけですよ。これ幻想っていうんですよね、
まあまあもう生まれた時からそうなってるからね。いやいやだからそこはもう一回元に戻ってます、これ幻想なんですよ。だから俺若い人たちいつも紙くずだと思ってくださいと、これは、ですかね、ただの紙だと、このシステムどういう風になってるかを分かれば、でじゃあもう一個、じゃあ中央銀行の話は分かったと、ですかね、中央銀行がお国に貸すと、ね、で国が利息を払う形になると、それが国債ね、世の中にばらまかれていくんだと、ですかね。でじゃあ民間銀行ですよ、いわゆるさっき言った三井住友銀行であれ何なりの銀行が、じゃあ我私たちに、資金提供すると、融資を行うと、これもですね、銀行預金、要は中西さん、あなたが、例えば A 銀行に貯金をしましたと、この貯金からね、お金を融資してるとみんな思い込んでるわけですよ。預金者ですよ、な山田さん、鈴木さん、中西さん、A さん、B さん、C さん、G さん、何千人おりますと、貯金しますと、ここから融資をしてると思い込んでるんですよ、世の中の人たちって。なるほど、まあまあ、お方 85% ぐらいの人ですよ。じゃなくて、融資っていうのは、ゼロをコンピューターで、100000、はい、1億円、10億円で打ち込んだ時点で、マネーが誕生するっていう発想を持ってくださいよっていうことを言ってるんですよ。まあ、そうだね。ですよね。だから私が銀行から1億円融資を受けた時点で世の中にマネーが誕生するんだと、だから前昔の動画で言ったらようピンと来てなかったから聞かれたんですけど、お金を借りた人がお金を誕生させてるってのはどういうことですかみたいなことを聞かれるわけですよ、こういう仕組みなんですよ、ですよね、これが金融なんですよ。なるほど、はい、で今の現状っていうのは、そのいわゆるコロナ、2年前にコロナが始まってからですね、アメリカも、マネージャブジャブ倍ですよね、4兆ドルから9兆ドルぐらいまでですよ、日本もそう、ほぼ同じぐらい、倍ぐらい、ね、この2年間で撒き散らかしたわけですよ、もう市場にマネーだらけですよ、札束は飛んでるわけですよ、ですかね。はい、でじゃあこう今この状況になるとどうなりますかと言ったら、もうマネーの価値が薄まってるわけですよ、もう、2年間で倍に膨らましたわけですから、市場には倍のマネーが流れ込んでるっていうことは、あの薄まったカルピスみたいにね、薄まったカルピスみたいにマネーが倍まかれたわけですよ、ということはインフレが来て当然なんですよ、だから前からインフレだ言ってるわけですよ。わかりますよね。これ日本はな、ね、企業努力といいますか、会社が社会、ね、いろんな会社が吸収してるんで頑張って、今なんとか踏ん張ってるけども、もう一月二月してごらんなさいよ、ものすごく上がってくるんで、物価そのものはね、そうでしょ、まあまあそれいろんな責任を含めてね、いろいろ物価が上がってきますよね。アメリカなんて年率 7% とかですからね、物価の上がり方、これ2年続いたら大方に倍ぐらいの物価になってくるわけですよ。世界中一緒ですから、ドイツもヨーロッパも全部がね、世界中がそうだ、日本だけがん踏ん張ってると、でもいよいよやっと金利ももう上げざるを得んような状況になってきましたよということなんですよ。もうおさらいですが、マネーの仕組み分かりました。いや、分かる、ですかね。だから誰かが銀行から資金提供、いわゆる融資を受けることによってマネーは世の中に登場してくるわけです、初めて。そこに金利というものが挟まってるっていうことなんですよ。そうね、まあそういうことですね。いいですか。まあ、ね、まあ、だいぶ松田さんもおかげでお金がだいぶ普及してると。そうです、私が銀行から融資を受けて事業を設備投資をしたりとか不動産を買ったりするわけですが、そこにマネが誕生してきて、こういろいろ触る業者さんとかね、全部が潤っていくわけですよ。そういう流れなんですね。いいですかね。で整理すると、さっきの中央銀行からの話、これ今の流れ全部整理すると、これが信用創造っていうんです。いいですかね。これがお金に、お金等価交換の信用創造って言って、これを今膨大に膨らまし続けてきたわけですよ。もう
もう無限に。ですから世界中の偉い人、研究者であっても、FRB であっても、例えば国際決済銀行であっても、誰もいくら世の中にあるかすらわからん状況まで膨らんだと、世界中で。もう何がどうなってるのか分かりませんみたいな状態になってるわけですよ。ですかね。で、じゃあ、ごめんなさい、補足で言うと、その前っていうのはね、イギリスポンド、ご存知ですよね。ポンドは金との、金、ゴールド、金本位制でしたから、ね、ね、で金とポンドの打感ですよ、いわゆるこのイギリスポンドは金と交換できますよということをやってたわけですよね。ですかね。でその後ポンドがダメになっちゃって、で今度アメリカ産のドルが金本位制と打感になったわけですよ。でこれもなくなったわけですよね。そうでしょ。で今はドル、アメリカドルであっても要は何の裏付けもないってことなんですよ。もうそもそも国の信用力だけであると、日本円に関してもそうなわけですよ。だから本来でいくならば、いつ紙くずになってもおかしくないっていう発想を持っておかないといけないですよっていうことなんですよ。イメージ湧きます？いや、分かります。で先ほどあなたがおっしゃったユダヤ人っていうのはこの発想を持ってるんですよ。要はマネーなんてそもそも国の信用力ですから、何の価値もないもんだと。ですか。だから未だにやっぱゴールドであり、アンティークコインであり、最後はユダヤの方々なんかは H も B チもいろんな人おるけどね、最後はやはり国の、今まで国を持てなかった民ですから、やはり、思想であったりとか、いわゆる教育ですよね、思想とか哲学とか、人生観とか、やっぱそこを重きに置いていくわけですよ。なんとなく分かってきました。なんで今日のまとめとすると、要は、あんなもん紙くずやと。そうですね、はい、本当、今確信の話しますよ、今までマネーに頼ってた人、それは、何かをするためにマネーはある。さっきあなたが一番最初に言ったこと、とりあえず何かをするための道具やぐらいにしか思うなと、例えば何かを買うための道具、ね、資源設備投資をするための道具、たまたま、ただ単にね、で何かをこう、これ将来の何かをこう、事業をなすの、ね、起こすための単なる道具なんだと。ですかね。でこのやっぱり20年間ぐらいはこのマネー崇拝というかね、溜め込んでるというか、これ持ってれば安心っていう時代やったわけですよ。でもそこからちょっと切り替えてね、要は、何かの力、いわゆるマネーの力とか何かの力で自分を安心させるよりはもっと奥深いもんですよ。今何がなくなって全クラッシュしても、一円もなくてなっても自分の体と知恵で生きていくと、生きていくってのはそれは難しく、食べてさえいければいいわけですよ。そうでしょ。野菜を作る、魚を取る、美味しい水を見つける、これだけのことだと思うということに今一度考えてくださいよって。それがいよいよ切羽詰まってきましたよっていう時代なんですよ。もうおそらく2年ぐらい、あとね、今は私の事業もやりつつあるんですけどね、AI を使ってね、でそういったこう、これは事業の、やっていこうというね、知恵を出してやっていこうとしてるんですよ、それはお金もちょっとは手助け、そういうのツールとしてね、使っていかんとあかんし、だやってること自体はそういう本質をついてるものだからね、と思うんですよ。分かってます、おっしゃってることも分かる、ただね、もう一回話戻るよ、失礼な言い方するけどね、僕の理解は、AI って、AI だっていうのが人やってるわけですよ、いいですかね、こういうのを聞いてほしいんですよ。でもね、これってね、おそらく時間が経っていけば経っていくほど、ちょっと難しいと思うけど、ただ単にインフラの一部になるんですよ。イメージ的には、イメージ的にはね、機械にできることって、やっぱりね、時が経つにつれて単価が安くなっていって、全民、世の中に流れていく。これスマホも全部一緒なんですよ。わかります？要はインフラの一部になるんですよ。なのでね、最終的に価値のあるもの、そんな遠い未来の話じゃないですよ、僕5年後ぐらいと思ってる。
最終的に価値のあるものって言ったら人の心を動かせることができる人たちになってる。やっぱ結構人間なんですよ、情ですよね。だから僕いつも理解してるのは、うん、AI にないものっていつも考えんねん。ロボットにできないものって何だろうかって考えた時にね、僕の大きな頭、僕の考えでは2つあるんですよ。で1つ目がさっき言った情の部分です。人の情、感情に訴えかける何かが できること、これ1つ目、ね、で2つ目がやっぱり手先、歯医者さんでもそうなんですけど、あの指のこういう細かいところってやっぱロボットって相当難しいと思うんですよね。指先の部分ですわ。で まあ、かなりでも今はもうあの手術もロボットじゃないですか。いやでも人がいないとダメなんですよ。でね、結局ね、そのロボット、いわゆる AI が人間にとって打って変わってくるっていうのは脳の部分なんですよ。脳は取って代わられると思います、僕は。本当に。だから、やっぱり感情の部分。要はハートの部分ですね。ここ、まあ、ハートはなかなか難しいですね。そう、ここと指先なんですよ。っていうふうに考えると、これからどういうことをやっていって生きていったらいいのかっていうのが大体見えてくるんですよね。ということは、例えば分かりやすく言うとお医者さんなんかやったらね、内科は僕なくなると思ってるんですよ。あれこそもう AI でと。なんか外科のむっちゃ難しいやつとか歯医者の先生とかね、ああいうもうロボットにはできない世界。できないんですか。できないですよ、やっぱりね。人間の感覚でしかできないもんってあるんですよ。ですかね。だからあと、まあそのいわゆるその一つ目のその感情に訴えかける部分っていうのは、あのなんていうんですかね、例えばこの人の話、こういうこの人の意見とかやったらもう1000万払ってでも聞きたいとか、そういうふうな時代になっていくと思うんですよね。あとはもう全部がロボットがやると、いうような。だからやはりあの例えば、ものづくりも残りますよ、もちろん一番大事な要の部分ですからね。前の動画でも言ってるんですけど、ものづくりなんてロボットがやればいいわみたいな人いっぱいいるんですよ、よく言われる。違うんだと、芸術品を作るものは残ると。もう大量生産大量生産大量商品の時代はもう終わったんやから、だから芸術的なものが残るんだと、イメージ湧くでしょ。まあ、芸術的というか、でもまあ細かい製造とかね、今はとにかくもうパナソニックじゃないですけどね、産業報告の精神でねガーッとね作ってきたんですよ。それはやっぱ今度は個々の要求に従って作っていくという、そういうことです。だから大企業はなくなるって言ってます、そうなってくると、まあ、AI 的なところが必要ですよ。あのね、イメージはね、ちょっと見てるとこれを理解見て、今ね、あの思い浮かべてください。あのね、江戸時代にね、御用達っていうのがおったんですよ、ですかね、でね、これはね、個々のその お客さん、依頼主に対してカスタマイズして何かを提供してたわけですよ、御用達ですわ。要は一元的にダンと作ってみんな同じもの使えじゃなくてね、そういう世の中でやったわけですよ、これ御用達って、こういうような感じに変えると、だから個人がそれぞれ輝くんだと、やっぱりね。でそこを理解するとか持ってない人はことごとく潰れていくと、というかしんどくなっていくっていう時代ですよ。わかりますかね、ちょっとイメージしにくいから。いや、言われることはわかるんやけども、それが当たってるかどうかちょっとわかんないですよね。そうならざるを得んのですよ、これからね。じゃあちょっと話またすっ飛んで申し訳ないけど、まあこれなぜそうなるかっていうのは時間ないから言えないけど、もう政府もちっちゃくなるわけですよね、もう間違いなくですよね。でもっと世界の流れでいくとアメリカ解体ですよ、僕はもうそう思ってるんで、まあ見ててください。アメリカはもう解体、次、まあ今バイデンですよ、で次2年あと2年したらトランプさん必ず再登板しますからね、でこの時に一気に潰すと、でじゃあ何を潰すんかって言ったら、まあこの次の動画であなた戦争の話したいやるからその時お話するけどね、いわば国際金融資本化っていうのを一層ショートしてるわけですよ、もう一生懸命ね、
要はもうそのなんていうかアメリカ もう大国をやめると言ってるわけですから、うん、で中国も僕はちっちゃくなると思う、うん、チリチリバラバラね、うん、でヨーロッパもあの調子ですから、うん、でしょ、いつ頃なんですか、もう近いうちでしょ、その流れが、中国その話は次にやる、まあまあ、次ね、うん、今回はマネーの話ね、次しっかり聞いてくれたらきっちり答えるんでね、はい、で今日はね一番大きなところ、いきなり世界行かないでしょ、世界中一緒です、一時だから SDGs なんですよ、分かる、うん、要はねストックができない形になるってこと、分かりやすく言ったらマネーがストックって分かりますよね、貯めるということですよ、だからここでこうやって動いていってね、うん、ストーンとなってしまうんですよ、そうなったらね全世界、そう全世界そうなって変わっていくわけで、うちにこもっていくんですよ、だからそう暗い話じゃないのよ、明るい話なんですよ、いやいいんやけども、うん、そう2年後ちょっと驚いてんだ、別に驚いてけどそう現実離れしすぎてませんかという話ですよ、みんなそう思うんよな、必ず今までの流れでいくと思って、あ、こうやってきてるうちでね、まあ、それを止めようとする人間もたくさんいるんです、それがいいかどうかわからんけどね、うん、それをこう本質とちょっと現場現物でこうバランスしてしまうんですよ、うん、だからいきなりはそういう2年後なんかありえないと、100年後だとありえるかも、まあまあじっくり優勝もあなたと付き合っていくんで、はい、おそらく2024っていうのがターゲットになっててね、はい、で、まあ、最終的にはね2030ぐらいで落ち着くと、落ち着くっていうのはそれか、うん、完全に変わってしまうっていう形になるのかな、だから要はストックするものがマネーではなくて現物資産になっていくっていうイメージを持ってもらって、うん、例えば現物資産全部用意せんとあかんね、いろいろ現物を、だから今ゴールドはこうなったりアンティークコインがこうなってしまったりね、でワインご存知ですよね、今ワイン1本1000万ですよ、ものすごい買い込んでるわけですよね、世界中の人たちが、あとはいらないよ、まあ、いいですよ、まあ、ちゃんとみんなに教えてあげるからね、はいはい、まあ、とりあえずはい分かりました、あとはねもう最後だけこれだけ言うと、はい、食料、うん、やはりね食料、まあ、必ず一番最基礎はここたどり着くと、うん、で今じゃあなぜその日本でもね、うん、そこそこの資産をお持ちの方っていうのが食料を買い込んでるか、うん、ね、畑を買い込んでるかっていうことなんですよ、うん、これも現実にみんなそう買い込んでるわけですよ、うん、もうそれが目の前に来てるっていうのは分かってるわけですよ、うん、ね、もう食料危機も目の前ですよ、うん、次の戦争の話も含めてね、はい、でもあのいいですよ、面白いでしょ、面白い、いや面白いですよ、はい、うん、とりあえず終わりましょうか、終わる、はい。